本日も徳鍋競艇場にお越しくださいましてありがとうございます。2010女子リーグ戦第1戦レディース笹川杯に皆様お集まりいただきまして本当にありがとうございます。いよいよ6日目最終日の日を迎えました。最終日の今日は優勝戦に出場します選手のインタビューをお送りしてまいります。私レディースのこの曲に乗って登場いたしました。そしてこの方にもこの曲に乗って登場していただきましょう。実況でおなじみの山田智彦さんの登場です。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。なかなか軽快なマーチで、ね、はい、ね、レディースのテーマソングとして、そうそう、以前からずっと使われた歴史のある曲だというふうに聞いてますからね。そうなんです、はい。さて本日はとってもいい日になりました。本当いい天気ですよ。はい、はい、なんか初夏の陽気だそうで、気温かなり上がるらしいですよ今日。外で見てると日差しが強くて、抜けてしまうかもしれないですね。ちょっと上着を脱いでね楽しみたいという雰囲気ですけれども、はい、はい、さて今日参戦します、はい、優勝戦の皆さん、はい、選手の表情はいかがだったでしょう。今ね結構お茶飲んで喉を潤したりとかリラックスしてますよ。あ、そうですか、はい。そんな6選手を山田さんからご紹介いただきます。それでは今日の優勝戦メンバーご紹介しましょう。1号艇です、三浦恵理選手、どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。2号艇鎌倉亮選手、3号艇池田明美選手、4号艇長嶋真紀選手、5号艇平高奈良選手、6号艇香川元子選手です。以上6選手に皆様の大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。選手の皆様ご着席をお願いいたします。お一人ずつ中央でお話をお伺いしてまいりましょう。はい、それでは1号艇の三浦選手から中央の方へよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。いい天気になったですね今日は。そうですね、はい、気持ちがいいんじゃないですかこういう日っていうのは。いや暑いですけど。あ、暑いですか。さあ初日のドリーム1枠でここご登場いただきました。最終日も1号艇での優勝戦ということになりました。はい、シリーズ振り返ってペースはなかなか良かったように思いますがいかがでしょうか。そうですね、はい、良かったと思います。それを裏付ける船足、このあたりどうでしたか。多分昨日が一番感じが悪かったんですけど。はあ、はい、逆に言って昨日会ってなかった。会ってなかったです。4日目あたりがね、三浦さんが46秒台で今節の一番流れタイムで上がってました。2走とも、はい、あれが一番やっぱ感じ良かったんですか。そうですね、あれもタイム狙ったわけじゃなかったんで、うん、いいと思います。まあ、そのいい形に今日はしっかりと合わせ直すというかそのあたりの調整というのはこれポイントになるんでしょうかね。はい、良くなれば何が自慢できますか。良くなれば全部いいです。なるほど、じゃあその足目指してということですね。はい、1号艇なんですけども今節スタートこの辺はどうですかね監督比べて。分かんないですけど。あ、ということはタイミングだけ見ると結構いいところでまとまってるんだけどあとは気持ちよく本人がいけてるかどうかということですか。はい、特訓もありますからしっかり修正してくださいよ。はい、枠番1号艇です。決めて逃げるだけですね。そうですね、はい。最後に一言お願いします。サクッと逃げます。応援してください。サクッと行ってください。ありがとうございました。1号艇の三浦選手でした。ありがとうございました。続きまして2号艇の鎌倉選手です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。終盤4連勝です。ペースいいですね。そうですね、はい。ご自分で振り返ってどうですか今節は。そうですね、エンジンがちょっと初日とも前傾はやばいなと思ったんですけど、うん、はい、出てよかったです。最初数字を見たときに あれ鎌倉さん大丈夫かなってファンの皆さんも心配された方いらっしゃると思いますけども実際昨日あたりのフラッシュはどうだったんですか。そうですね、日に日に良くなってレースではもうレース足もいいんで、うん、レア足型かなと思います。レア足型でレース足がいい、はい、実戦向きって感じですか。そうですね。じゃあこの数字を考えればいい状態でここまで5日戦ってこられたかなというイメージなんでしょうか。はい、日に日に良くなってると思います。なるほど。そうすると今日最終日になりましたけれども大きなことはする予定はないですね。そうですね、ペラの微調整ぐらいで。わかりました。枠番2号艇です。どんなレース考えてますか。もうピット離れが遅れないことを祈って、はい、自在に行きたいです。なるほど。今節2コースの戦いというのはなかったですね。はい、2コースレース鎌倉戦的にはいかがなんでしょうか。苦手です。そうですか、はい。でもここはビシッと克服していきたいですよね。そうですね、はい。近況は勝率もきっちりと気ごとに上積んでいらっしゃいます。はい、はい、A は見えてまいりましたね、これね。はい、はい、
初優勝もかかりますけども、はい、そういうことはあんまり意識してないですか？そうですね、意識せずにいきたいと思います。一層集中してということですね。はい、わかりました。それでは最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、一生懸命走ります。お願いします。ありがとうございました。2号艇の鎌倉選手でした。ありがとうございました。続きまして3号艇の池田選手です。おはようございます。もう一歩前にお願いいたします。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。静岡3人娘乗ってきましたね。はい、まあ、池田さんは私は娘と表現しても大丈夫ですか？お願いします。あ、いいですよね。はい、あの予選道中長嶋選手あたりも聞いてましたけど、3人で今回活躍して絶対乗るんだっていう意気込みで乗り込んだそうです。はい、シリーズ8勝マークしてます、はい、最多ですこの中で、はあ、振り返っていかがですか？はい、たくさん取れてよかったです。あ、はい、肝心の船足なんですけども、この辺はいかがでしょう？ちょっと昨日がおかしかったん で、 あ、で今日も気温が上がっちゃったので、うん、このままだと無理だとは思うんで、朝からちょっと、でもまあ方向は分かってるんで大丈夫だと思うんですけど、昨日はしっくり来てなかった。今朝も一番からもう試運転出たらギアケース外してバッと走って作業してましたよね。はい、やることは今あったように分かってると。はい、じゃあ、まあそれ合わせて試運転出てしっかり調整っていうことですね。はい、会えばどんなところ良くなりそうですか？全部良くなると思ってるんですけど。そりゃそうですよね。はい、一番いい状態でこの優勝戦行きたいですよね。はい、枠番3号艇です。レースどう考えてますか今のところ？臨機応変に、まあ、自在にと。はい、スタートに関してはどうですか？今節は風が変わったりいろいろありましたけども、勘通りで大丈夫です。頼もしいですね。ぜひ静岡でワンツースリー、ね、池田さんが頭でゴールしていただきたいと思いますけど、ね。はい、最後に一言お願いします。1着取れるように頑張るので応援してください。ありがとうございました。3号艇の池田選手でした。ありがとうございました。